美味しそう。めっちゃいい香りです。めっちゃ熱々やこれ。はい、だけで今回は水戸市にありますピットカフェさんにお邪魔しております。めっちゃお久しぶり。年明けて一発目ですね。今回はこちらの焼きナポリタン10人前作っていただきました。めっちゃ美味しそう。こんばんは。インスタとかに写真が載ってるんやけど、こういうさ、なんか鉄板の上で作られとるやつやねんけど、今回こちらのね、パエリア鍋の方で作っていただきました。でもここら辺とかも熱々ないよ。多分これごと焼いてくれはってんのやろね。めちゃくちゃ美味しそう。こんなシズル感のあるナポリタン、美味しいに決まっとるじゃんね。ここら辺全部チーズやし、めっちゃ美味しそう。だけで、まあ今回も美味しくいただきつつも制限時間内完食できるように頑張っていきたいと思います。超美味しそう。じゃあ早速始めていきます。タイマーが見えない。焼きナポリタンチャレンジスタートまで3、2、1スタート。いただきます。うわー、どうしようかな、どっから行こうかな。湯気すごっ。これ絶対おいしい。うん、程よくこのトマトの酸味が効いてる。トマトケチャップのこの甘みみたいのもあるけど、生のトマトのフレッシュ感っていうのが結構強いナポリタンかも。おいしい。ピーマンとかも入ってる。もうこれちょっとなんかチーズの部分もさ、ちょっとこんがりするぐらい火が通ってるから香ばしさもあってね、美味しい。なんかこれちょっとワインとか一緒に食べたくなっちゃうやつ。見てこれ、超美味しそうじゃない。ピットカフェさんはね、本当にパスタ美味しい。何なんだろう。ちょっともったいないけども上からいっちゃうね。うわめっちゃ負けた。うん、でさ、玉ねぎとかもいっぱい入ってるんだけどさ、ちょっとだけね、この玉ねぎのシャキシャキ感というかさ、食感が加わってるから食感も楽しい。なんか全然こう、ま、こってりしすぎてないナポリタンって感じ。うん、あ、このオレンジジュースは本当にいつ飲んでも美味しい。野菜感がすごいあるさ、ナポリタンでさ、めっちゃ美味しいんやけどさ、ウインナーめっちゃ入ってるんね、これ。何本分入っとるんやろ。よいしょ。
て、めっちゃ大きいの出てきた。おっきい、やば。全然手のひらサイズないんだけど。うん、あこ、お、おいしい。これめちゃくちゃ、めちゃくちゃいいウインナーやで。って絶対最後に見つけるべきウインナーを最初に見つけてしまった気がする私。よいしょ。噛んだ瞬間肉汁が弾けるからめっちゃ熱い。よいしょ。ビットカフェさん全メニューチャレンジやりたい。おいしい。なんかマッシュルームとかも入ってるから、なんかそのくにゃってした食感もいいね。私もともとなんかお米とかもさ、土鍋で炊いてさ、わざとおこげ作るぐらいさ、焦げてる部分が好きなの。この焼きパスタね、ちょっと周りがカリカリしてるところとかがあってね、それがたまらなく美味しい。焦げてるっていうか、こう焼き目がついてるって感じだけどさ、めちゃくちゃ美味しいわやっぱり。重量や。これもしかしたらピットカフェさんで作っていただくパスタの中で一番最上級、最上級かもしれん。でももう多分最後の気がする。あんま刺さんない。なんかさ、面白いのがさ、さっき上にかかっててさ、焼きチーズになっとったのがさ、パスタの中に入れるとさ、また熱が加わってなんかちょっととろっと戻るんよね。面白い。皮がパリパリなのよ。めっちゃ綺麗に並んどった。いや、このウインナーめっちゃ美味しいよ。どこのウインナーなんやろ。
こんなさ、おしゃれなカフェでさ、こんな汗かきながらパスタ食べる人いないだろうね。バッチリ。あと2人前くらいか。よいしょ。あー、一尾。具材のウインナーたっぷりや。20本分ぐらいウインナー入ってそうだよね、このナポリタン。めちゃくちゃ贅沢じゃない？こんなにいっぱい入れてくれはった。うん、うん、ウインナーすごいね、本当にこの量。やばい、お腹痛い、マジでお腹痛い、本当になんか違う、もうお腹いっぱいとかそういう、そっちじゃない、別にお腹はいっぱいじゃないんだって、お腹が痛いよって。おお、生き返る。ああ、まだもうちょっと。お腹いっぱい。
めっちゃ寒いした。あめっちゃお腹いっぱい。今までで一番お腹いっぱいだったかもしれん。ただナポリタンめっちゃ美味しい。いわゆるこうケチャップだけのナポリタンじゃなくてトマトのフレッシュさというかさ、酸味とかも引いてたりしてて、で玉ねぎとかピーマンもたくさん入ってて、ウインナーがとりあえずめちゃくちゃ入ってためちゃくちゃ入っとったよ。めちゃくちゃ美味しかった。で、チーズもとかもさ、ちょっとこんがりしてる感じがね、香ばしい香りとコクというか、それも効いてて、めちゃくちゃ美味しかったです。ただ、今までで一番お腹いっぱいになった私。ああ、でもめちゃ美味しかったです。ああ、また来よう。ごちそうさまでした。じゃあね。見て。ありがとうございます。ごめんなさい。見て、ドーナツ作ってこれ貼ってた。またけどちょっと今日お腹いっぱいやから持ち帰らさせてもらいます。めっちゃ可愛くない？見て。あとでお腹空いてる時にね、美味しくいただきましょう。